この定番。84年を機にですね、トップ材の種類が変わるんです。知ってましたか？はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。炎のアコギやおっとりや中澤チャンネルでございます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。このチャンネルはですね、アコギ好きな店主私がですね、当店に入荷するたくさんのギターをですね、いろんな角度からご紹介させていただく、アコギ好きにはたまらないチャンネルとなっておりますので、ぜひですね、チャンネル登録、いいねの高評価ボタンよろしくお願いします。はい、ということで本日もですね、素晴らしいギターご紹介させていただくんですけども、本日はオベーションスーパーアダマスがお好きな方、オベーションのスーパーアダマスのご購入をお考えの方にぜひ最後まで見ていただきたいと思います。はい、ということで本日ご紹介させていただくギターはこちらでございます。オベーションスーパーアダマス 1687-7 でございます。はい、まあ、このチャンネルをですね、よく見ていただいている方はご存知だと思うんですけども、当店はですね、スーパーアダマスをかなり多く扱っております。扱うたびに思うことがあるんですけども、年式はもとよりですね、同じ年式でも個々によってですね、このサウンドが違うというのはですね、大変感じられます。はい、だからスーパーアダマスも面白いなと思いますし、お好みのサウンドのスーパーアダマスに出会う楽しさっていうのもあるんじゃないかなと思います。はい、本日はですね、こちら1984年のモデルになるんですけども、初期モデルとなっております。近年ですね、初期モデル大変人気があるんですけども、なかなかいい答えがないっていうのが現実でございます。本日ご紹介するこの答えはですね、コンディションも抜群ですし、サウンドも素晴らしいです。皆さんにおすすめできる自信の一本となっておりますので、ぜひ最後まで見ていただきたいと思います。はい、では早速なんですけども、こちらのギターのおすすめするポイント3つご紹介させていただきます。まず1つ目なんですけども、スペックコンディションでございます。はい、まずスペックの方なんですけども、こちらカラーの方が7番のベージュとなっております。はい、まあ、ベージュといってもですね、見ていただければ分かるんじゃないかなと思うんですけども、白っぽい感じっていうのが印象的でございます。当時ですね、このベージュカラーは白だとかホワイトと言われていたそうです。まあ、現物を見てみますと、オフホワイトに少しブルーかかったような感じでございますね。このカラーはですね、吉田拓郎さんが使用してたことでも大変人気がある有名なモデルでございます。そしてこちらボディ形状の方が、ノンカッタウェイのダブルエポーレットのディープボールタイプとなっております。そしてトップの方がカーボングラファイト、サイドバックの方がリラコードという樹脂になっておりまして、ネック、指板、ブリッジの方はですね、ウォルナットとなっております。そしてスーパーアダマスの特徴としましては、まずこのブリッジの彫刻、ヘッドの彫刻というのがですね、高級感があふれる仕様となっております。そしてこのラメですね、このベージュということでちょっと見にくいんですけども、よく見るとですね、この光の加減でですね、この細かいラメがですね、ブワーッと入ってるっていうのがですね、現物を見るとよくわかります。そしてバックの方にもしっかりとこのラメの方が入っておりますね。はい、そしてですね、プリアンプの方が2ノブのウッドタイプとなっておりまして、ステレオタイプとなっております。はい、そしてですね、このクリア塗装の方がヘッド、ネックにかけて施されているのも初期モデルの特徴でございます。はい、そしてですね、皆さんに大切なお話があります。この話はもしかしたら知らない方も多いのではないかなと思います。実はですね、このスーパーアダマス1984年を機にですね、トップ材が変わります。はい、こちらは1984年の前期ものとなっておりまして、前期ものの特徴はですね、このカーボンの目がですね、縦にラインが入っているというのが特徴でございます。そして1984年の後期から現行モデルに関しましては、ポツ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 っていうですね、このトップ材に変わるんですね。はい、画像で見るとこんな感じでございます。分かっていただけましたでしょうか。はい、ということでこちらの答えは前期ものになっておりまして、この前期ものサウンドが違うと言われております。はい、ですのでサウンドの方もぜひ楽しみにしていただければと思います。
はい、そしてですね、ナット幅の方が約43ミリほどで、ネックのシェイプは薄めの緩い V シェイプとなっておりまして、非常に握りやすいネックグリップをしております。はい、そしてですね、コンディションなんですけども、こちら1984年ものと思えない大変綺麗なコンディションでございます。もう傷、ダメージ、大きなリペア歴、そういったものは一切ございません。強いて言うならですね、このペグにですね、経年劣化によって若干くすみが出てるっていうのがございますけども、あとは大変綺麗なコンディションでございます。はい、よくありがちなヘッドの船体の打痕もございません。カポアートもございません。これはですね、備品好きな方、コレクションにされる方にもおすすめの個体でございます。はい、そしてですね、フレットの残りも十分ございますし、ネックのコンディションも抜群でございます。末永く安心してお使いいただける個体となっております。はい、ではですね、こちらのギターのおすすめするポイント2つ目でございます。サウンドでございます。はい、まあ、先ほどもお伝えしましたけども、この初期モデル特有のサウンド、のぶとい低音からザクザクっとしたきらびやかな中高音、まさしくスーパーアダマスの初期モデルのサウンドでございます。ぜひ聴いていただければと思います。弦の方はですね、フォスパーブロンズのライトを使用しております。はい、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。まずこの低音わかりますか。もう一回鳴らします。このウッドギターには出ないのぶとい深い低音、このスーパーアダマスならではのサウンドでございまして、お腹にビンビコビンビコしっかりと伝わってきます。そしてこの中高音、このオベーションスーパーアダマスならではのきらびやかで美しい中高音、素晴らしいですね。オベーションはですね、どちらかというとエレアコとしてですね、大変有名なモデルでございますけども、スーパーアダマスは別格でございます。生でもこれだけしっかりとなるっていうのが分かっていただけるんじゃないかなと思いますね。はい、ではですね、次は電気に通して弾いてみたいと思います。
ですね、次は少しコーラスをかけて弾いてみたいと思います。いかがでしたでしょうか。このアンプに通したサウンド、スーパーアダマス独特のサウンドじゃないかなと思います。生でも演奏してもいいですし、レアコにしてですね、ライブとかでもお使いいただける、そんなギターじゃないかなと思います。ではですね、次は指弾きで弾いてみたいと思います。はい、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。この一音一音綺麗な音色しっかりと奏でてくれますので、ピックを使ったコードストロークからこういった繊細なアルペジオだったりとか、その弾きオールマイティにお使いいただけるんじゃないかなと思います。はい、ではですね、こちらのギターのおすすめするポイント、最後3つ目でございます。希少性でございます。はい、最初にもお伝えしました、この初期モデル現在大変人気があるんですけども、いい答えがなかなか見つかりません。はい、さ、これだけのサウンド状態のものはめったにユーズド仕様にも出てきませんので、お探しだった方はですね、ぜひこれを機会にご検討していただければと思います。はい、そしてですね、プライスなんですけども、この概要欄にですね、 J ギターのページのリンクの方が貼ってあります。そちらの方から価格、ギターの詳細、在庫状況をですね、ぜひご確認の方をお願いいたします。はい、ということで本日は1984年製オベーションスーパーアダマス1687の7初期モデルをご紹介させていただきました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。オットリーや中澤チャンネルでございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。お前で切るで切るで切るだからで切るで切るで